暑すぎてやばい。なんかもう暑いとかじゃない、なんかもうサウナ本当にサウナ状態ですね。こんばんは。サウナです。こんばんは、皆さんこんばんは。今日はスイートリボン、あ、いちごありがとう。こんばんは皆さん。パジャマじゃないですパジャマではございません。とても可愛いワンピースです。こんばんは。いつだったかな、いつかのサイン会でもこれ着てた。今回のサイン会は何着ようかなね、言ってもうすぐだよね。だって7月、まああと1ヶ月あったけどあと1ヶ月あったけど、まあすぐすぐ、うんこんばんは。ここにねリボンもついてる。そうだよね、雰囲気パジャマだよね。可愛いお洋服です。こんばんは皆さん。皆さんこんばんは。元気ですか、皆様お元気ですか。暑いですけど皆さんお元気ですか。くるみは元気ですよ。イエーイ、当たりー、パッパカパーン、ありがとうパッパカパーンさっきはずっと大富豪やってました。そうですよね、体調ね。なんか私毎年その朝全く食欲がなくなっちゃうんですよ夏って。でも食べなきゃいけないから食べるんですよ、食べるんですけど、なんか冬に比べて食欲が落ちる傾向にある気がしてたんです勝手に。でも今年はそんなことはなかったです。いっぱいいっぱい食べてます。なのでもう元気もりもり、栄養満点って感じですいいこと、めっちゃいいこと。そうなんかもうさ暑すぎて、そう夏バテみたいな感じで、もう本当にだからもう一食目はヨーグルトからみたいな感じなんですけどね。全然全然いっぱい食べてます。はい、いいことです。でもなんかやっぱりなんかそうめんとか冷たいお蕎麦とかなんか冷たい麺が食べたくなる最近。あとお寿司、めっちゃお寿司食べたくなる。多分お寿司ブーム来てる。本当にお寿司とあの冷たいそうめん、冷たいお蕎麦もうめっちゃ食べたくて、最近毎日毎日食べたいね。おそうめんいいよね、やっぱ冷たいものを夏食べたくなる。あ、夏ライブ当選、決済も完了しました、ありがとう、めっちゃ楽しみね。もうちょっと、うん、まだだけどもうちょっと嬉しい、楽しみすぎるね。あ、あと CBC ラジオ夏祭り今日から応募スタートかな。なので皆さんあの夏一緒に過ごしましょう。あのちっちゃい扇風機ある方とかはね、ちっちゃい扇風機だったりあのタオルだったり、お水お茶だったり、塩分チャージとかだったり、何があるかな、
はい。なんかスーってするやつ、体がスーってするやつとか、汗拭きシートとかスーってするね、汗拭きシートとかわかんないですけど、はい、いろいろしっかり準備万端で、ぜひ、あとサイリウムもね忘れずに、あと紫のサイリウムも忘れなく、あのぜひ CBC ラジオの夏祭りお待ちしておりますので、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。あとなんて言ったってなんて言ったって9月のトーク会と握手会の3次抽選じゃないんですね、今は応募ですね、3次応募が明日のお昼の12時までとなってますが、皆さんはもうチェックしてくださいましたか？まだの方がいるっぽいですね。そこのあなた、9月一緒に過ごしませんか、くるみちゃんのレーンで。本当にありがたいことに2時で握手会が 3枠完売出てたので、その調子でちょっと行ってみようかなって、ちょっと気になるなくるみって方もぜひそのノリに乗って皆さんお待ちしておりますので、はい、ぜひ遊びに来てください。お寿司一年中好きです。まあそうですね、間違いないですね。間違いないですね、はい、間違いないです。アイスいっぱいありがとう。僕はくるみちゃんお寿司座布団1枚。冷たいと思って食べたつけ麺が熱くてびっくりした。あ、つけ麺ね。つけ麺とか混ぜそばとか私食べたことなくて、混ぜそばはでもこの前ちょこっと食べたんですけど、つけ麺とかなんかそういう珍しくはないかなんていうの、麺系あんま食べたことないんですよね。つけ麺食べたい、めっちゃずっと言ってる、食べてみたいって。あ、そうですね、日焼け止めとかもね、あの気になる方とかヒリヒリしちゃうって方は日焼け止めも忘れなく。ね、ここにねかける扇風機とかね、持つ扇風機とかね、ちなみにくるみは持つ派です。わーっとよくやります、ダンス終わりとか。レッスン終わり、あ、もう大事なのでブワーっと扇風機浴びます。冷えピタ、冷えピタってさ、そのさ、ぬるいとこ、熱いとこに置いてても冷たいの？わかんないけど、なんか冷蔵庫に入れておくイメージがあるから。ね、夕方意外と夜とかも暑いもんね。お、当たり、イエーイ、ありがとう。3時追加してよ、ありがとう。皆さん、トーク会3時応募ぜひチェックしてください、よろしくお願いします。さっきツイートしたのでそこからぜひ飛んでください。君は制服を着た名探偵さん、アイスありがとう。お、1時から注文済みです、ありがとう、さすが。お、 CBC 最前列です。おお、すごい、よろしくね、楽しみ、初 CBC ラジオの夏祭り、お仕事頑張ってね。お、はじめましてしに行きます、嬉しい。はじめまして、お待ちしてます。かのんさんがネバネバ納豆を食べてる、私も最近納豆を食べれるようになったので。はい、なんかもう苦手な食べ物じゃなくなった、納豆嬉しい。
全完売したいですね。なんか部数増えたから、増えたことがすごく嬉しかったけど、みんな来てくれるのかなって思ってたからすごく嬉しかったですぜひいっぱい会いに来てくださいで、くるみん沼ぜひズバズバハマっちゃってくださいアイスありがとう、ハートもありがとう。どんどん食べなさい、どんどん食べます。みんながいっぱいアイスくれてるからいっぱいアイス食べますバニラありがとう、出ました、ありがとう。ラーメンつけ麺僕止まってる、僕何みんなね、やけどしちゃう、そうだよね、もう真っ赤くなっちゃうよね。お、首掛け派です。なんかさ、ジャケットも悪くない？なんかさ、上着のさ中にさ扇風機ついてるやつなんかすごい こう大きくなるやつ、あれすごいよね、涼しいのかな、ボーンってやつつけ麺とかラーメンとか紹介するからいつか行ってほしい。ラーメンね、最近食べたラーメンはなんだろうな。あ、ゆうねちゃんとまたゆうねちゃん、ゆうねちゃんとこの前ほんと最近ご飯に行ったんですけど、締めでラーメン食べました。鶏パイタン、ちっちゃいラーメンですけどね、ちっちゃいラーメンあ、今日納豆の日なんだ、納豆食べてないですあ、梅食べた、蜂蜜漬けの梅食べた、蜂蜜漬けしかまだあんま食べれないけど、いちごありがとう、ストロベリー、ストロベリー、あらま、日曜日にご挨拶させていただきますね、お待ちしておりますうん、嬉しい、日曜日行くね、待ってるね、幕張ありがとう。で、苦手な食べ物減っていってる。ゴーヤってあんま私食べたことないんですけど、なんかさ選べるってなったら、まあ、あんまり食べなかったんだけど、もう苦いっていうイメージがあるから。でもなんか小学校の時に食べた給食で出てくるようなゴーヤチャンプルだったかな、は全然苦くなくて、だからなんか食べれるって言いたいところなんですけど、すごい、なんて言うんだろうな、食べなさいって言われたら食べるんだけど、多分自ら進んでは食べないですね。あとレモンレモンと梅、蜂蜜漬けじゃない梅、めっちゃ苦いのとめっちゃ酸っぱいのも私ダメで、あとめっちゃ辛いのめっちゃ辛いのもダメで、でもこの前なんかもずくだったかな、もずくとオクラと梅のそうめん、バニラありがとうを食べたんですよ。めっちゃ美味しくてめっちゃ美味しくて、あ、梅は蜂蜜漬けの梅ね、ちなみに
めっちゃ美味しくて全然いけた。めっちゃ美味しかった。夏だなーって思って食べてた。納豆唐揚げ、納豆唐揚げすごっ。お肉の周りに納豆がついてるの合ってる。緊張せずにお話ししよう。もうお友達みたいに来て。当たり前に来ます。嬉しい、ありがとう。なるほど、納豆。7月10日納豆。なるほど、ここだけ巻いてる。ありがとう、嬉しい、かわいい。あらま、クルミ沼でスイ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 泳いでください。そうです、明日は手をつなぎながら公演、よろしくお願いします。なんか意外と今月公演あるよね、今のところ。嬉しい。なんか最近めっちゃ遅れ毛巻くんですよ、私。こことかこうやって。でもなんかたまにストレートにしてみようかも悩んで、いつも結局巻いてる。でも今日とかも自分でメイクする時は頑張ってこうやって巻くんですけど、今日も仕事だったのでヘアメイクさんがやるときは絶対巻いてもらうんですよ。絶対失敗したくないから。絶対失敗したくないから、まあ、いつも失敗しないように頑張ってるんですよ。でも時間がかかっちゃうから。そう、髪の毛を巻くときは絶対にもうメイクさんにお願いしますってお願いしてやってもらってるから、劇場とか時とかはいつもやってもらってるので多分綺麗。でもなんかインスタに上げてた宝塚の写真、宝塚に見に行った時の写真、ハーフアップの写真、黒のワンピースの写真あるじゃないですか。あれはストレートなんですよ、遅れ毛。だからたまに迷う、どうしようかなって。だから巻いてない日があったら、あ、クロミちゃん今日ストレートなんだねって思っといてね。変化気づいてね、よろしくだよね。嬉しい、ツイッターとかで宣伝してくださってる方も、画像作ってくださってる方もありがとう、本当に嬉しい。空調服、空調服、なんか扇風機ついててボワーってなる服。あ、ね、外仕事の方とか結構着てる方多いよね。なんか工事現場とか行ったら着てる方見る。アイスありがとう。辛いのはね、うん。うん、まあちょっとの辛さなら食べれるんですけど、うん。得意じゃないんですよね、私。でもなんか最近なんかピーマンは縦切りだと苦くないみたいなのを聞いてから縦切りにしてます、いつも。横に切らない、縦に全部切ってる。お、土曜日のゼップ C 列めっちゃ前だ、おめでとう。
色が薄い方が苦味が少ない。あ、そうなんだ。かき氷食べに行ってない、かき氷食べてないんだよね。ゼップなん、なんばじゃなくて名古屋でしか食べてない。食べたいね、食べたい、本当に食べたい。かき氷いけるかな。確かにゴーヤ単品で食べるってあんまり聞かないよね。わかんないけど、スタバのピーチは飲んでないです。ほうじ茶クラシックティーラテみたいなのは飲みました。なんかスタバの、あのめっちゃお仕事とお仕事の間にめっちゃ時間あったんですよ。もうなんか3、4時間ぐらいあって、別のねお仕事ね。で1個目が終わってから2個目に行くまで、そのめっちゃ時間があったから、スタバに行こうと思って、しかもなんか券を持ってたんですよ私。券を持ってて、あ、ちょうど使えると思って、だし、あ、私ほうじ茶のやつ飲んでないと思って、あ、行こうってなって行ったんですよ。でそしたら、そのほうじ茶の普通にトールを頼もうとして、何も追加することなく、例えばホイップクリームとか追加することなく、普通にトールでこの券を使って頼もうとしたんですね。じゃあめっちゃ余っちゃうみたいな、あのそのギフトの値段とトールの値段がすごい余っちゃう、でもお釣り出ないですけどいいですかって言われて、あのベッティにしたら大丈夫ですよって言われて、ベッティにして、あのなんかちょっと変更したらこれきっちり使えますよみたいな、ちょっと余るぐらいですよみたいな、あのそうちょっとだけギフトが余るぐらいですよって言ってもらって、でもう本当に 3,4 時間ぐらいあったから、あのいけるかなと思って、しかもなんかあのもうさ、それを 3,4 時間かけて飲めばいいだけだから、あの戸惑っちゃって一回、あってなって、悩んじゃうじゃん、ベンティーだよ、ベンティーなんて頼んだことないからさ、どうしようってなって、なんかでもホイップクリームとかを追加するのはちょっと違うなと思って、熱いし、あのそんめっちゃ甘いのを食べたい飲みたい気分ではなかったんですよ。そうもうそう、優柔不断が出ちゃって、どうしようってなって、ベンティ頼んだことないけどこれ今頼むべきなのかなと思って、だってなんかさ、あの申し訳ないじゃん、もうほんと3400、なんかちょっとならいいんですけど、めっちゃなんか割とすごい余っちゃうから、で店員さんも勧めてくれてるし、えどうしようと思って、で結局ベンティ頼んでみたんですけど、あ全然 3,4 時間あったら余裕で飲めたんですけど余裕で飲めちゃったんですけど、そうだからくるみの最近のベンティデビュー、ほんとついこの前、最近つい最近ベンティデビューをしました。 3,4 時間かけて飲みましたっていう。ちなみにほうじ茶クラシックティーラテね。でもなんか思ってたよりかも、なんかさ、こんなイメージ、こんなやつイメージしてたの私、なんかもうすっごいすっごい大きさのやつイメージしてたけど、意外とこんぐらいだった。意外とね、意外とじゃない、意外と私こういうのイメージしてたからさ、意外とこういうの出てきていけましたね。全然みんなベンティ飲んだことある？めっちゃ迷ったレジの前で、すごい申し訳なく思っちゃって、もう並んでるからさ、ど
どうしようどうしよう、ベンティ行っちゃう？めっちゃ自問自答した。ベンティ、ベンティ飲めるかな私と思って、ベンティ、うーん、まあでも用事か、行っちゃえみたいな。だって飲むことないじゃん私、普通に通るばっかり飲むから、何でもどこのお店行っても飲めました全然。逆にそれ以外飲まなかった。その間それだけ飲んでた。ね、海外ってもっと大きいのかな逆に。めっちゃ美味しかった、ほうじ茶、ほうじ茶感じた。ほうじ茶感じた。でもなんかもういちごバナナとか桃とかなんかいろいろ出てて、バナナ終わったもん、もしかして。もう全然飲んでないんですけど、なんかいっぱいある、あったけど、ほうじ茶もめっちゃ美味しかった。いちごありがとう。ほうじ茶っていいね。でもなんかもう変わらず緑茶ばっかり飲んでる私最近。アメリカ行った時普通サイズがベンティ以上で失敗 しました。ベンティがちっちゃいんだ。うわすごいね。そうなんだ、やっぱちょっとレベルが違ったんですね。グランデは飲んだことある、すっごい大きいのかな。セブンイレブンのゴンチャ、あね売ってるんだよね、私は買ったことないんですけど、めっちゃ勧めてもらってちょっとだけ飲んだことある、めっちゃ美味しかった。あスタバじゃないお店、なんかアメリカに行ってハンバーガーとかハンバーグとかステーキとか、うーん何があるかな、ピザとか、なんかすっごい大きさのやつを一回目で自分の目で見てみたい。こんなに大きいんだみたいなのを見てみたい。で、あの食べれる友達とかをね、あの一緒に連れていく。めっちゃ大きいの食べたい、アメリカンサイズね、いわゆるアメリカンサイズ、わかった、顔に比べてね。どうしようこんなんなったら。あと何やるかな、ドーナツとかも大きいのかな、ケーキとか。でもなんか意外と甘いのって同じの大きいのを永遠と食べ続けれないじゃないですか、ちょっと塩辛いもの挟みたくなるよね。で私コストコのケーキ食べたことないんですよね、あのこういうパックのやつも、ティラミスとかも食べたことない。コストコに行ったらくるみはチョコクロワッサンを絶対買う。森本家チョコクロワッサン買いますね。でもなんかいっぱいいろいろあったし、ちょっと久しぶりに行ったらこの前こんな出てると思って、焼き菓子がいっぱい出てた。アイスありがとう。でもいつかあのサーモン食べてみたい、私サーモン食べたことないのコストコの。え待って、もう55分になっちゃう。
ディナーロール、あ、ディナーロール、へえ、クルミも食べたことないかもしれない。アイス、ありがとう。なんだっけな、コストコの、あ、マカロン、コストコのマカロンは本当にいっぱい入ってるからめっちゃ好きで冷凍のマカロン、甘いもの好きの方おすすめ、大好き。じゃあそろそろランキング読もうかな、55分なのでねではランキング読んでいきます。今日のランキング読みますね、いきます。13位、たくやまるさん、ありがとうございます。13位、おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして変わっちゃった13位ペコポン、ありがとう。13位おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そして12位、イストワンさん、ありがとうございます。12位、おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。そして11位しんのすけさん、ありがとうございます。11位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そして10位ていちさん、ありがとうございます。10位、おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。そして9位スランプくん、ありがとうございます。9位、おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、間違えた、9だ8位、たくやまるさん、ありがとうございます。8位、おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そして7位ブルルさん、ありがとうございます。7位、おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。そして6位ヒロさん、ありがとうございます。ヒロさん6位、おめでとう、ありがとうございます、イエイエイ、ありがとう、ありがとうございます。そして4位ランボさん、ありがとうございます。4位、おめでとう、ありがとうございます、イエイ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして3位しげさん、ありがとうございます。3位、おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。そして2位ポートグリルさん、ありがとうございます。2位、おめでとう、ありがとうございます、イエーイ、あ、間違えたごめんなさい、ありがとうございます。そして1位アンキューさん、ありがとうございます。1位、おめでとう、ありがとう、イエーイ、パチパチパチ、ありがとう今日も皆さん配信来てくださってありがとうございました。あと大富豪もね、今日もして、え、読み忘れてた、待って、確かに5位牛男さん、本当にごめんなさい、5位おめでとう、ありがとう、教えてくれてありがとう、ごめんね飛ばしちゃって、今日も来てくれてありがとうではでは、え、もう読み忘れてないかな、大丈夫かな、ごめんね、ありがとう教えてくれて今日も配信来てくださった皆さん、ありがとうございました。大富豪も今日もしてくださった方もありがとうございましたあと一時応募と、1時と2時で応募してくださった方もありがとうございました。3時応募は明日のお昼までなので、まだチェックしてないよ、ちょっと気になるな、うん、くるみ行ってみようかなって思ってくださってる方も、皆さんぜひくるみんねやに遊びに来てください。お隣ではなく真正面でお話ししましょうね、目指せ全完売皆さんたくさん宣伝もしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします、会いに来てね、もうちょっとで終わっちゃう、
では明日は鉄なです、よろしくお願いします。皆さん今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい、バイバーイ、またね、また会おうね、バイバーイ。皆さんありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ。